キャンバスの釘の抜いてる、ちょっと様子。ちょっと見にくいですかね。手元映るように撮ってみたと思うんですけどね。ほんとね。こんな感じで抜いてるんですよ。簡単そうに見えますけど。まあそこそこ、慣れないと難しいんですよ、こんなんでも。使ってるのは普通のマイナスのドライバーです。他の画材屋さんはどういう形で抜いているかちょっと僕は分かりませんが、僕自身はこういう形でいつも釘を、キャンバスの釘を抜いております。キャンバスから、木枠からキャンバスがね、外れました。はい、次男側の長谷川でした。ありがとうございました。